アマリリス、アマリリス、アマリリスは、ヒガンバナカヒッペアストルム属ヒッペアストルムの植物の総称。原種は中南米、西インド諸島に約90種があり、数百種類の園芸品種が作出され、現在もその数は増え続けている。学名のヒッペアストラムはギリシア語で史の意味のヒッピスと、星、アストロンから、アマリリス、アマリリスは、旧族名であり、古代。 ギリシャやローマの詩に登場する羊飼いのアマリリスから取られている。学名上の園芸品種の総称はヒッペアストルム、ヒブルドムヒッペアストルムハイブリダム。地中に輪形を形成する多年層で初夏にユリに似た基本的に六弁の大きい花を2から4個つける。花の色は白、赤、薄紅、炭鉱など。現在販売されている球根には八重咲きのものも多い。また、 通常の花は横向きだが、上を向いて咲く、受け咲き種、香りのあるものも作られている。18世紀初頭に、南米からヨーロッパに生態がもたらされた後、1799年に、イギリスの時計職人、アーサー・ジョンソン、アーサー・ジョンソンの手により、ヒッペアストルム・ビタツム・ヒッペアストルム・ビタートム、和名、ベニス・ジサンジコと、ヒッペアストルム・レジナエ・エッチ・レギナエ、 和名蛇がたらずい線が交配され、最初の主観交配による演芸品種ジョンソニー・ヒッペアストルム・ジョーンソニーが誕生する。その後原産地から様々な原種が発見、導入されると同時に様々な演芸品種が作出された1870年頃には、現在演芸店で販売されているような巨大な和品種が誕生する。また、ヒッペアストラム族にかつて属していた。 気少植物で、ブラジルのリオデジャネイロ州のごく一部地域に分布する、一族一種のウォルスレアプロケラワースリアプロセラ、シノニムワースリアレイニリーもブルーアマリリスの名で呼ばれる。日本には、江戸時代末期に、金山事故ヒッペアストルムプニケウム、ジャガタラ水泉、洪水泉、ベニスジサン事故の3種が土台している。また、戦後に大輪品種が普及する以前に導入されて、 現在販売されることは、ほとんどないが、農家の庭先などに今も見ることができる中型で、懸弁先物を在来種として区別する場合がある。これは、古くからあるという意味で、もちろん、日本原産ではない。ハルウェイ球根の代表種であり、拳大の球根は、成長が早く4月に植えると1ヶ月後には開花する、例外的に白筋山アマリリスヒッペアストルム、 リティキアレイトムバリエーション、ストライティフォーリアム等、秋に咲くものも存在する。植え付け、植え替えは、ソメイヨシノが散る頃が適器である。ヒガンバナカの他の植物と同じく、球根などにリコリンを含み有毒。アマリリス、アマリリスという言葉は世界中で広く使われているが、学名を意識して考えると、ややこしいことになっている。 一般的な人がアマリリスという場合は、冒頭に述べたようにヒッペアストルム属を指すが、ヒッペアストルム属であるのに、アマリリスというのは、かつてアマリリス属アマリリスに分類されていた名残である。また、アマリリス属というものがあるのに、ヒッペアストルム属の和名をアマリリス属としている場合があり、混乱があるようである。似たような例で、 ペラルゴニウム属ペラルゴニウムの園芸品種が、園芸上では、旧属名のゼラニウムゼラニウムと呼ばれている。アマリリス属の植物、すなわち、本来のアマリリスとでも言うべきものは、南アフリカ原産の本アマリリスアマリリスベラドンナ、別名アマリリスベラドンナ、ベラドンナリリー、ネイキッドレディーとアマリリスパラディシコラエパラダイシコラの2種しかない。本アマリリスは日本には、 明治時代末期にトライしており、現在では、ヒッペアストルム族のものに比べると、ほんのわずかではあるが原種及び数種の園芸品種が、夏植え球根として販売されている。また、一般的に言うアマリリス、ヒッペアストルム族にもヒッペアストルムベラドンナ、ヒッペアストルムベラドンナという園芸品種が存在し、アマリリスベラドンナアマリリスベラドンナの名前で販売されているので、 余計にややこしい。一般に言うアマリリス、ヒッペアストルム族の多くの種が、カキも葉を展開させるのに対し、本アマリリスは、開花時には、飛ガ花バナのように、地上部に葉がない。ただし陶器に出回る開花処理された球根や、植え付け者粘土の球根は、家計のみが上がる場合がある。ヒッペアストルム族の家系が、ストローのように空洞であるのに対して、本アマリリスはそうではない。 多くのヒッペアストルム族の花は、咲き進むとメシベイの先は大きく散列するが、ホンアマリリスはしない。前述にあるように、ヒッペアストルム族は中南米原産であるのに対し、ホンアマリリスは南アフリカ原産であり、両者とも、ヒガンバ中ではあるが縁は遠い。近年のゲノム解析の結果、ヒッペアストルム族は分布域が重なる。 中南米原産のゼフィランサス、ゼフィランサス、ハブランサス、ハブランサス等のレインディリー類に最も近縁であり、ホンアマリリスは同じく南アフリカに分布の中心があるハマユウ族クリナム、ネリネ族ネリネ、ブルンスビギア族ブランビギアなどと近縁である。一般にはヒッペアストルム族との族間交配種はスプレケリア、ホルモシ島、ツバメズイセンスプレケリア、ホーモジー島との 後輩によるヒッペアスケリア族、ヒッピースキーリアが知られているのみであるが、ホンアマリリスには、ハマユウ族との後輩で得られた、アマクリナム族、アマルクライナム、ネリネ族との後輩で、アマリネ族アマリネ、ブルンスビギア族との後輩で、アマリギア族、アンリジアが知られ、園芸植物として出回っている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。